ミンスミート作戦、ミンスミート作戦、ミンスミート作戦は第二次世界大戦中の1943年にイギリス軍が実行し非常な成功を収めた重宝作戦、疑問作戦であり、ナチスドイツの上層部に連合国軍の反抗予定地はギリシャとサルデーニャを計画していると思い込ませ、実際の計画地がシチリアであることを秘得することに成功した。 これはドイツ側に彼らが全くの偶然から連合国軍側の戦争計画に関する極秘書類を入手したと信じ込ませることで成し遂げられた。実は極秘書類はこの作戦のために用意された死体に固定されてスペインの沿岸に漂着するように故意に投棄されたものであった。作戦の概要は1953年に出版された書籍存在しなかった男。 宿間処方観光の日本語訳では、ある死体の冒険において、大部分が明らかにされている。1943年、前年末に開始された統治作戦は切迫した局面を迎え、北アフリカ戦線における連合国軍の勝利が目前に迫っていた。連合国側の計画立案者は戦争の次の段階を考えており、 地中海の戦いにおける攻勢を続けることを決定した。シチリアの制圧は連合国軍の艦隊に地中海を解放し、ヨーロッパ大陸への侵攻を可能にする。このため、シチリアは明白な戦略目標であり、ドイツ軍の計画立案者も当然そのように見ていた、ウィンストン・チャーチルは、極めつけの馬鹿以外は誰だって、シチリアだと知っていたさ、とコメントしている。さらにその上、 連合国軍は進攻に向けた大規模な増強、ハスキー作戦を発動していたが、これはまず間違いなく検知されているはずであり、ドイツ軍は何らかの大規模な攻撃があることを当然察知しているはずであった。しかし、もし連合国軍側が攻撃目標についてドイツ軍を欺くことができれば、ドイツ軍は戦力のかなり大きな部分を分散配置する可能性があり、 進行の助けとなることが期待できた。その数ヶ月前、MI5 セクション B1 のチャールズ・チャムリー、チャールズ・チャンリー空軍隊員は、死んだ男に無線機を持たせ、うまく開いていないパラシュートをつけて、フランスに投下し、わざとドイツ軍に発見させるという方法を思いついた。これは、ドイツ軍に無線機が露飾され、連合国側のエージェントになりすましたものがそれを、 扱っていることに連合国側が気づいていないと錯覚させ、その結果連合国側が彼らに偽情報を吹き込むことを可能にするというアイデアであった。このアイデアは実現性が低いということで却下されてしまったが、後日二重スパイ作戦であるを担当する軍及び部局間の小さな情報連絡調整チームである二重委員会、この名称 XX が ローマ数字で二重を意味することにちなんでいるに取り上げられることになった。チャムリーは二重委員会のメンバーであり、イギリス海軍の諜報部員遊園、モンタギュー、ユンモンテグ少佐も同じくメンバーであった。モンタギューとチャムリーは、チャムリーのもともとのアイデアを、無線機を書類に置き換えることで、より実現性の高い計画に発展させた。委員会ははじめ、 欠陥のあるパラシュートをつけた死体に書類を持たせる計画を考案した。しかし、ドイツ軍は連合国軍のポリシーとして、微妙な性質の書類を敵の陣地の上を通って送達することありえないということを知っているであろう。従って、彼らは、その男を海上墜落事故の犠牲者に仕立てることを決めた。これならば、なぜこの男が、死後数日経過し、 またなぜ秘密書類を運んでいたかの説明にもなる。空軍の航路上、死体はスペインの沿岸に漂着するであろうが、ここでは名目的には中立の政府がドイツの諜報機関であるアップベアと協力関係にあることが知られていた。このイギリス人たちはスペインの当局が死体の検索を行った後、見つかったものは何でもドイツ軍のエージェント検査を許すことを確信していた。 モンタギューはこの作戦に、ミンスミート、ミンスミートというコードネームを与えた。この名前は別の成功裏に終了した作戦で使われていたが、ちょうどこの時、利用可能なコードネームのリストに戻されていた。死体に偽装書類を持たせるという方法は新しいものではない。多分モンタギューも知っていたであろう次の二つの事件が、これを示している。一つは1942年に、 北アフリカ戦線のアラム・ハルファの戦いの前に行われた。カレット・エル・アブットのすぐ南のドイツ軍第90系不評師団の目前の地雷原である死体が炎上する偵察者の中に置かれた。死体と共にあったのは実在しないイギリス軍の地雷、原の地図であった。ドイツ軍は策略にまんまとはまり、エルビン・ロンベルの戦車部隊は柔らかい砂地のルートをたどり沈み込んで 動きが取れなくなった。第二の事件は、実は疑瞞ではなく、それどころか、危機一発であった。1942年9月、ジェームズ・ハッテン、ターナー主刑注意、ペイマスター・ LT、ジェームズ・ハダン・ターナーを運んでいた、一機のプビー、カタリナ飛行艇が、カディソ沖機で墜落した。彼は密集であり、マーク・ W ・クラーク将軍から、ジブラルタル、 イギリス領の総督への手紙を生んでいた。この手紙には北アフリカにおけるフランスのエージェントの名前が列挙されており、さらに統治作戦の上陸決行日である11月4日、実際には11月8日であったを与えるものであった。ターナーの死体はタリファの近くの海岸に打ち上げられ、スペインの当局によって回収された。遺体がイギリスに返還された時、手紙はまだ遺体が持っており、 鑑定者は手紙は開封されていないと断定した。実はドイツ軍は手紙を開封せずに内容を読み取る方法を持っていたのであるが、たとえそれを実行したとしても、おそらく彼らはこの手紙は偽装であり、偽の情報であるとみなして無視したであろう。著名な病理学者であるサーバーナード・スピルズベリーこの援助のもとに、モンタギューとそのチームは彼らが必要としている主体を 男性で海中で低体温症に陥り溺死し、数日後に沿岸に流れ着いたように見えるものと決定した。しかし、このように都合の良い死体を見つけ出すことは、ほとんど不可能なように見えた。目立たないように調査しても噂話を引き起こすで、あろうし、死者の親族に、何のために遺体が必要であるかを説明することは、不可能であった。しかし、密かなプレッシャーの下で、セントパンクラス。 ショートトン、パンクリスディストリクトインロンドンの検視官であったベントリーパーチェス。ベントリーパーチェスが真の心情は決して明かさないという条件の下で34歳の男性の死体を入手することに成功した。この男は殺素剤を塩化した結果、化学物質によって引き起こされた肺炎が原因で死亡した。そのため、 肺の中には浸出した体液が溜まり、海で死亡した状態と整合が取れていた。サーバーナードと同程度に有能な病理学者はごまかせないであろうが、バーナードはスペインにはそのような人物はいないと保証した。次のステップは死んだ男の心情を想像することだった。彼はイギリス海兵隊、ロイヤルマリーン、ロイヤルマリーンズ、ウィリアム・マーチン隊員。 1907年ウェールズのカーディフ生まれ、イギリス軍統合作戦司令部所属ということにされた。イギリス海兵隊員として、彼は海軍本部の指揮下にあり、彼の死に関するすべての公的な紹介とメッセージが海軍情報部へのルートに乗せられるように保証することは容易であった。陸軍の指揮系統は異なっており、統制するのはもっと困難であった。また、彼は、 海軍の軍服ではなく、戦闘服を着ることができた、軍服は、サビルローのギブスホークス社のテーラーメイドであった。さすがに、主体の寸法を図らせるわけにはいかなかった。少佐心得という階級は微妙な性質の書類を託されるには十分上級であるが、誰もが彼を知っているというほど傑出したものでもない。マーチンという名前は、イギリス海兵隊の ほぼ同じ階級に数人の同盟者がいたために選ばれた。彼らは伝説を作り上げるために、パムという婚約者まで作り出した。マーチン少佐は、パムの写真、実際は MI5 の事務職員、2通のラブレター、宝石店のエンゲージリングに対する請求書を携帯ていた。彼はさらに父親からの行業しい手紙、事務弁護士、ソリシュターからの手紙、 ロイズ銀行からの79ポンド19シリングにペンスの貸し越資金に対する特則状も持っていた。また、ロンドンの劇場のチケットの半券、海軍軍人クラブでの四泊軍の勘定書、ギブスホークス社の新しいシャツについての領収書もあった。この最後のものはエラーであった。これは現金払いに対するものであったが、主官がギブスに現金で支払うことはあり得ない。しかし、 ドイツ軍はそこまでは知らなかった。これらの書類は、正規のブーム、または請求書綴りを使用して作成された。チケットの判件の日付と宿泊の勘定書は、マーチン少佐が4月24日に、ロンドンを離れたことを示していた。もし、彼の死体が4月30日に漂着したのであれば、数日間海中にあったことになり、イギリスから飛び立ち海中墜落したに違いないということになる。 少佐の存在をさらに最もらしくするため、モンタギュルと彼のチームは、マーチン少佐が、幾分軽率な性格であることを暗示することに決めた。彼の身分証、写真はたまたま死体と風貌の似ていた、海軍士官を撮影して使用したは紛失したものに、対する再発行であり、統合作戦司令部へのパスは、彼の出発の数週間前に期限切れになったまま、更新されていない。 この仕上げの一筆は、そのような、軽率な男に、微妙な書類が託されるだろうかという疑念を、アップベアに持たせる可能性があり、リスクの要素も含んでいた。上辺の心情が、モンタギューと彼のチームにより作り上げられている間に、偽の書類も喪失された。モンタギューと彼のチームは、ドイツ軍が、疑問の余地なく、発信者を見誤るように、 これらの書類は最上位レベルのものでなければならないと主張した。メインの書類は、アーチー内、帝国参謀本部副参謀長、サー、中条 LT、現、サーアーチボード内から、親愛なる、アレックス、アルジェリアとチュニジアの第十八軍式艦サーハロル・アレクサンダーへの新書であった。この手紙は、サーアーチボルト本人が自ら書いており、いくつかの 微妙な問題に触れていた。例えば、アメリカ軍から彼らと行動を共にしている、イギリス軍人へのパープルハート賞の、項幕内、授与や、ブリゲイド・オブ・ガーズの新指揮官の任命などである。これは、手紙が、正規のルートではなく、手渡しで送達される理由を説明するものであった。地中海における、連合国軍の計画の項で、手紙は、ハスキー作戦について、 エジプトトリビアの軍がヘンリー・メイトランド、ウィルソン将軍の指揮のもとにギリシャに侵攻すると述べていた。二つの攻撃目標の海岸とそれに割り当てられたいくつかの舞台名も記されていた。ハスキーは実際にはシチリアへの侵攻作戦であった。手紙はさらにシチリアを偽目標とする第二の攻撃計画であるブリムストーン作戦。 オペレーションブリムストームに言及していた。この中では、チュニジアのアレクサンダーの戦力が、他の唯一モっトらしい目標であるサルデーニャに、進攻することを暗示していた。マーチン少佐を彼の指揮官である、ルイス・マウント・バッテン提徳から、連合国地中海海軍司令官のアンドルー・ユカニンガム提徳に紹介する手紙もあった。この手紙には、わし、ソルディンズに関するなも含んでいたが、 これは、ドイツ軍が、サルデーニャ、サーディニアへの進行計画への言及と考えることを期待し、モンタギューが挿入したものであった。ターナー死刑注意の事件に際しては、ドイツ人とスペイン人の友人たちは、おそらく彼のポケットにあった手紙を見逃したのであろうと考えられたため、モンタギューのチームは、見逃されることがないように書類をブリーフケースに入れることを決めた。 書類をブリーフケースに入れて運んでいたことを正当化するためにマーチン少佐はヒラリー・ソー・オンダースヒラリー・サンダースによる統合作戦コンバインド・オペレーションズについての公式パンフレットのコピー2部とマウントバッテンからドワイト・ディ・アイゼンハワー将軍のこのパンフレットの米国版への簡単な序文の執筆を依頼する手紙を与えられた。また死体と書類を収めたブリーフケースが 同時に回収されることを確実にするよう手を打つ必要があった。チームは最初死体の手をハンドルに死後硬直で固定することを考えた。しかし硬直はまず確実に溶けてブリーフケースは漂白することになる。したがってチームはマーチン少佐に銀行員や宝石商がケースを運搬時に引ったくりに対処するために使用する革でカバーされ鎖をつけることにした。 鎖は目立たないように一方の袖からケースに繋がっていた。イギリス軍の将校伝令はこのような鎖を使わないが、ドイツ軍はおそらくそれを知らないであろうし、マーチン・少佐がこの特別任務のためにそれを使用しないであろうということについての確信もないであろう。ただし、マーチン・少佐がイギリスからの長いフライトの間、バックを手首の位置に保持していることはありえないように思われた。 ため、鎖は、トレンチコートのベルトの周りに巻かれることになった。イギリス海兵隊の戦闘服を着用した、マーチン少佐は、鋼鉄製のキャニスター、炎筒ケースに収められた。キャニスターには、ドライアイスが詰められ密閉された。ドライアイスが溶けてしまうと、酸素は追い出されてキャニスターは二酸化炭素で満たされ、死体は冷凍されることなく保存されることになる。チャムリーとモンタギューはそれを、 スコットランドのホーリーロッホに輸送し、そこでイギリス軍の潜水艦セラフ、HMS セラフに積み込まれた。セラフの艦長のオマンジュエル中尉と乗員は以前に特殊作戦に従事した経験を持っていた。ジュエルは部下にこのキャニスターには極秘の気象観測機器が収められており、スペインの近くに配備される予定だと話していた。1943年4月19日。 セラフは出港し、4月30日にスペインの海岸の沖数マイル、ウェルバという町の近くに到着した。イギリス軍はウェルバにスペインの当局と親しいアプベアのエージェンがいることを知っていた。4月30日午前4時30分、セラフは浮上した。ジュエル中尉はキャニスターをデッキに運ばせ、士官以外の乗員を船内に戻らせ、 士官たちに秘密作戦について手短に説明した。彼らはキャニスターを開け、マーチン少佐に救命胴衣をつけ、書類の入ったブリーフケースを取り付けた。葬儀は命令の中では特に指示されていなかったが、ジュエルは三尾か39番を読み上げ、海流が沿岸に運んでくれる海域で、死体は丁寧に海中に入れられた。ジュエルは後で委員会に、 ミンスミートは完了したとのメッセージを送った。死体は午前9時30分ごろ、地元の漁師ホセアントニオレーマリアによって発見された。3日後、スペイン駐在のイギリス海軍部官、ミリタリーアタッシュは、死体が発見されたことを報告し、委員会はその通知を受けた。死体は、イギリスの副漁師のヘーゼルデンに引き渡され、マーチン少佐は5月4日に完全な軍儀礼のもとに、 ウエルバで埋葬された。副領事は、病理学者、エドアルド・デルトレノによる検修をアレンジした。デルトレノは、この男は生存したまま無傷で、海中に転落し、溺死して、死後3から5日経過していると報告した。病理学者は、彼の首にかかった銀の十字架や、財布の中にあった聖クリストフォロスの肖像から彼を、ローマカトリックの信者と判断して、 さらに徹底した検視を行わなかった。これらはまさに詳細な検視を思いとどまらせるために意図的に持たされたものであった。モンタギューはドイツ軍がチェックする場合に備えて6月4日のザ・タイムズに掲載されたイギリス軍の戦死者リストにマーチン少佐を含めさせた。偶然の一致で航空機が海上で遭難したために死亡した他の2名の 主観の名前も掲載されており、マーチン少佐のストーリーに信憑性を与える結果となった。さらなる計略のために、海軍本部は海軍武官に、マーチン少佐が運んでいた書類に関する、スーツーのメッセージを送達した。武官は、支給書類の所在を確認し、もし、それらがスペイン側の手にある場合は、いかなるコストを払っても取り戻すように、しかし、 スペイン側にその書類の重要性を気取られることは避けるように指示を出した。ブリーフケースと書類はスペイン海軍が回収しており、5月13日にスペインの海軍参謀総長からすべてここにあるという保証とともに武漢に返却された。しかし、イギリス軍は書類がスペイン当局によって調べられたこと、その内容がドイツ軍に達していることについては確信があった。 事実、ドイツ軍は自身の手で書類を検分していた。死体が発見された際、それはウェルバのアップベアのエージェントであるアドルフ・クラウスに通報された。彼はドイツ領事の息子であり、農業技術者という肩書きのもとに任務を行っていた。彼は書類の所在を報告したが、自身の手では入手することはできなかった。後に、 スペインの当局者が開封書類を撮影したドイツ人は再封印された封筒を見分した。コピーはアップベアに渡され、即時にベルリンへ無線でテキストが送られ、数日後に写真コピーも送付された。モンタギューたちは手紙の封印が解除されたかわかるように処置を行っていた。返却後の検査によりイギリス軍は 封筒が開封され再封印されたことを知った。世界初のコンピューター殺しサスを要する暗号、解読チームからの確認情報もあり、その時、米国滞在中であったチャーチルへのメッセージ、ミンスミートは丸呑みされたが多伝された。この書類は本当に丸呑みされた。モンタギューと彼のチームが、マーチンの心情を作り上げるのに惜しみなく配った、配慮は報われていたのである。 かなり後で彼らは知ることになるのであるが、ドイツ人たちは、劇場のチケットの判券の1943年4月22日という日付に着目し、それが本物であることを確認していた。ドイツ軍は、マーチン少佐のすべての個人的な詳細に注目し、受け入れていたのである。ドイツ人たちは、判券の日付から、マーチンはイギリスからジブラルタルへ空路で向かったと、結論した。 皮肉なことに報告書は日付を間違えており、4月22日の代わりに4月27日になっていた、墜落は4月28日に起こったと結論した。ところが、医学的な証拠は4月30日まで数日間海中にあったことを示していた。しかし、ドイツ軍はこの矛盾に気づかず、結局彼ら自身のエラーを相殺してしまった。その結果、ヒトラーは、 偽装文書の真実性を確信し、シチリアが最もあり得る進行ポイントであるという、ムッソリーニに同意せず、シチリア島へのいかなる攻撃も、陽動作戦とみなすことを主張するとになったのである。戦後アップベア関連のファイルが押収され、イギリス軍により取り調べられた。アップベアはこれらの書類には信憑性があると宣言しており、ドイツ軍上層部に協乱されていた。ファイルのコピーには、 カールデーニッツ元帥と国防軍最高司令部総長であるビルヘルムカイテル元帥を含む上級士官のイニシャルと送り書があった。シチリアが攻撃されるというムッソリーニの核心に対してヒトラー自身による非同意を示すコメントもあった。ヒトラーはサルゲーニャとコルシカ島の軍備増強を命令し、この結果以下に挙げるようにドイツ軍の防衛に対する労力は 無視できないほど別の方向に向けられることになった。これらの労力は全くの浪費と戦力拡散であり、シチリアへの侵攻を非常に容易にする結果となった。おそらく上記の最後のものは最も致命的な動員であったろう。特にこの時点でドイツ軍はロシア軍とのクルスクの戦いの開戦準備をしていたのである。この東部戦線での大きな影響については、 計画したイギリス軍の機関の意図あるいは予想には全く含まれていなかったであろう。彼らは戦争の自分たち自身のパートに関わっていただけなのである。7月9日、連合国軍はハスキー作戦によりシチリアに侵攻した。ところがドイツ軍は続く2週間にわたってメインの攻撃はサルデーニャとギリシャに向けられると確信したまま、 事態が手遅れになるまで軍勢を出動させなかった。ユーエン・モンタギューはミンスミート作戦の働きに対して大英帝国勲章を授与されることとなった。ミンスミート作戦の成功は以降ドイツ軍は発見した申請の書類も無視するようになったという効果ももたらした。次のような例がある。ダフ・クーパーは外交官として 戦時中はいくつかのトップレベルのポストを歴任した。1953年に彼は、ハートブレイク作戦、オペレーションハートブレイクというスパイ小説を出版した。そのキープロットは死体に、偽の書類を持たせ、スペインに漂着させるというものであった。クーパーはこのアイデアを自分で考え出したと述べたが、当然に、ミンスミート作戦との多くの関連性が関心呼び、噂が広まり始めた。 この失敗作はイギリスの新聞の関心を引き悪質な噂がある不始めた。この時点でイギリスの情報当局は最も正しい対処法は真のストーリーを公表することだと決定した。ユーエン・モンタギューは忙しい公職を咲いて丸一週間の休暇を取り存在しなかった男ザマンフーネバーワスという書籍を書き上げた。 これはしばたたく間にベストセラーになり、2年後には同名の映画が作られることになった。映画ではマーチン・少佐のバックグラウンドを確認するロンドンのドイツ軍エージェント、モンタギューと同が彼に一歩先んじて工作を行うといったドラマ用のいくつかの創作的要素が付け加えられた。映画の中で使われた潜水艦のペナントナンバーは P219 であったが、 これは実際にセラフのものであり、同館は1954年と55年の時点で実際にまだ収益していたのである。1977年にモンタギューは2冊目の本、ビヨンドトップシークレットウルトラを出版し、その中で彼の戦時秘密任務について詳細に説明している。これはウルトラと二重スパイシステム、ダブルクロスシステムを含んでいるため、もっと早期には、 明かすことができなかったものである。第13章で存在しなかった男の中では明かされなかったいくつかの詳細を含むショートバージョンのミンスミートのストーリーを与えている。マーチン少佐として知られる男はウェルバの無縁墓地に眠っている。ミンスミート作戦が伝説になるにつれ、ウィリアム・マーチン少佐の真の心情についての疑問が唱えられ続けた。 1996年にアマチュアの歴史家であるロジャー・モーガン。ラジャー・モーガンがマーチンの正体はグリンドー・マイケル。グリンドーはマイケルというウェールズのアルコール中毒の放浪者であ、彼は理由は不明であるが殺素剤を塩化して死亡したと暴露した。歴史学者のクリストファー・アンドリューも著書ディフェンド・ザ・レルムの中で同じ結論に達している。現在ウェルバにある マーチン少佐の墓には、モーガンの説に基づいて、A 連邦戦没者墓地委員会、コモンウェルス・ウォー・グレイブス・コミッションの手により、グリンドー・マイケルの名が付け加えられている、右写真。ジョン及びノーリーン、スティーリー夫妻、ジョンノレーン・スティールは、著書ザ・シークリッツ・オブ・ HMS ・ダシャーの中で、死体の正体について、別の見解を示唆している。 1943年3月27日、スコットランド西岸のクライド湾に停泊中の護衛空母、ダッシャー、HMS ダッシャー D37 米国で、建造で事故による爆発があり、ダッシャーは沈没し379名が死亡した。イギリス軍当局は、イギリスの民衆がアメリカの造船所の欠陥を避難して、旅を失うよりは、これを否得しようと試みた。イギリスは、 最多で40隻のアメリカ製空母を採用していたが、これ以上の事故は発生していない。死者は最初は目立たない大量埋葬墓地に葬られた。スティーリー夫妻は、ミンスミートの死体は、この事故で死亡した水兵の一人で、37歳のジョン・メルビル、ジョン・ジャック・メルビルであると主張する。彼らは、もし、マイケルの死体が使用されたのであれば、 それは1943年1月に調達されたことになるが4月30日までには冷凍ではなく冷蔵されていたとしても非常に腐敗が進んでいたはずだと強調する。また彼らは冷凍すれば死体に判別可能な変化を与えてしまうから冷凍という選択肢はあり得ないと主張する。この点はモンタ牛の説明と対立するモンタ牛はブーツを履かせるために 死体の足を回答しなければならなかったと述べている。スティーリー夫妻によれば、セラフは、ノーサンバーランドのブリースに停泊していたが、モンタギューがキャニスターをロンドンから配送したという時期には、スコットランドを回って、クライドワンのホーリーロッホ、主要な潜水艦の基地があったまで、はるばる航行している。クライドワンは、ロンドンからブリースまでの距離よりも遠い。スティーリー夫妻は、これは、 オリジナルの計画で、マーチン少佐になるはずだった死体は腐敗して、使い物にならなくなり、ダッシャー事件で発生した新鮮な死体が代わりに、用いられたと考えなけれ、理屈に合わなくなるだろうと論ずる。また、彼らはモンタギューはキャニスターをロンドンから運んだが、中身は、空だったとする。2004年時点で同盟の艦であるダッシャー、HMS ダッシャー P280 は、 全長20.8メートルの小海底であり、キプロスのイギリス空軍基地周辺で任務に当たっている。2004年10月8日、記念式典がメルビルの実娘のマッケイ夫人、ミセス・マッケイを招いて、メルビルのかつての上官と同盟であるゲンダッシャー艦上で行われ、その中でメルビルのマーチン少佐としての役割がイギリス海軍によって公式に認知された。式典で、 在キプロス海軍中隊指揮官のマークヒル少佐は次のように述べている。マーチン少佐として仮染めの肉体を与えられたジョン・メルビルの記憶は映画存在しなかった男の中に気づいている。しかし我々はジョン・メルビルを最も確かに存在した男として追悼するためにここに集まった。ロジャー・モーガンはスティーリー夫妻が提示した疑問について下記の通り反論している。 イギリス海軍歴史局は、情報公開請求に対する回答の中で次のように述べ、ダッシャー説を否定している。イギリス海軍と防衛省の勘知する限りでは、ミンスミート作戦の中で使われた死体は、旧の国立公文書館のファイルに記述されているように、グリンドー・マイケルのものである。2004年に HMS ダッシャー勘定で行われた、追悼集会に関して言えば、メディアは、 存在しなかった男との接点を強調しているようで、あるが、そうではなく、純粋に前任の同盟艦における死没者に対する追悼セレモニーであった。この点は在規プロスイギリス軍司令部及び常設統合司令部が明らかにしている。ザ・スコツマン氏に掲載された詳細な記事については、彼らが打ち話的に与えられた情報に基づいて書かれたものであり。 彼らはそれを善意で信用したものである。不幸なことに、この記事は当局に意見紹介されていなかった。次のようなフィクション作品の内容に、ミンスミート作戦が影響を与えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。